コフレドールのカラースキンプライマー UV02 ラベンダー系を顔全体に塗り広げていきます。内側から外側に向かって広げていくような感じですね。ラベンダーカラーの下地でツヤ感の出るリキッドファンデーションでブルベさんの透明感を上手に活かすことができます。ザ・メイクのジュエリーシャドウベール01番左側のシルバーを指でアイホール全体に塗り広げていきます。シルバー系のアイシャドウをベースに使っていただくとブルベさんにもオレンジが馴染みやすくなるっていうポイントがあります。ブラシに取って二重幅にのせていきます。ちょっと淡めのオレンジのカラーになっていまして、ブルベさんは淡いカラーのオレンジシャドウをのせると結構そんなにオレンジの主張が強くないので馴染みやすくなります。割と組み合わせがしやすいオレンジですね。黒目の上あたりから目尻にかけてビセのカラーインパクトリキッドライナー BL940 ネイビーで軽い跳ね上げラインを描いていきます。保湿結構してくれる感じだと思うんですけど、ちょっと塗るだけで結構潤います、はい、うんうんうん。コーラル系のオレンジリップに透明のグロスみたいなのを足していただくと上品な印象に仕上げることができます。クリオのプリズムエアハイライター01ゴールドシアーを鼻筋、眉下、頬骨、顎にハイライトとして入れていきます。鼻とかって結構わかりやすいと思うんですけど、ゴールド系のハイライトになりますね。すごいキラキラしています。コスメデコルテのアイブロウジェム GD082 を指でアイホール全体に塗り広げていきます。白いラメが多く入っていてブルベさんにも似合うゴールドのアイシャドウになっています。ケイトのデザイニングブラウンアイズ DR1 番一番右の濃いブラウンをブラシで二重幅に塗ってなじませていきます。赤みの少ない暗いブラウンを使っているんですけれども、こちらを締め色に使うと明るいイメージ、目元がこうちょっと明るいイメージに仕上がっていきます。こちらすっごい落ちないんですよこれだからもうなかなか化粧直しができない日とかはおすすめです。マスクにも今つかないついいですよね。そう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 。シャイニーパウダー N ルーセントホワイトを鼻筋、眉下、頬骨、顎に入れていきます。塗ってみた感じどうですか？なんかすごいストロボ感が強いですね。ホワイトのライトでパーンと当たった感じのツヤ感が出ます。こちらを二重幅に塗っていきます。ホワイトベースにシルバーの大粒ラメが入っていまして、イエベさんにも似合うシルバーとなっています。次の3分の1あたりですね。こんな
感じですか？なんかまずすごい描きやすいですし、発色もいいんですけど、ブラックより薄めなので強くなりすぎない印象が、うん、唇全体に最初に塗っていただきます。唇全体にまずイエベカラーのリップを塗っていきます。キュアグラムリップオイルのシルバーですね、塗っていただきます。イエベカラーのリップ塗ってもらったんですけど、シルバーを重ねることでイエベさんでも似合うシルバーを自然に取り入れることができます。どうですか、これ塗ってみて。100均とは思えないですね。動いてもらうとこうキラキラがわかると思うんですけど、当たり具合によってシルバーなんですけど、めちゃくちゃ自然にツヤが出ます。フレドールのカラースキンプライマー UV05 ピンク系を顔全体に塗って肌の黄色みを抑えていきます。ではどうですか、お肌に塗った感じは。なんかピンク色のベールに包まれるというか、はい、すごい健康的な肌になります。伸びめちゃくちゃいいし、みずみずしいですね。ツヤ感がいい。クリオキルカバーグロウクッション04ジンジャーを顔全体と首までしっかり塗っていきます。これお肌に乗った感じはどうですか？めっちゃいいです、うん、あのツヤ感もあるし、カバー力も遠目で見てて、はい、あ、カバー力あるなって分かります。これ最近使ったクッションなのか、本当に韓国系で一番好きかも。クリオプリズムエアハイライター01ゴールドシアーを鼻筋と頬骨に軽くポンポンと乗せていきます。イエベさんが得意なゴールド系ハイライトを仕込むことによって、のちに乗せる青みピンクがナチュラルに馴染むようになっていきます。スルッとした肌になる。パールがすっごい微粒子なので、はい、上品さがすごいですね。ポイントは二重幅よりも少し広く塗るようなイメージです。青みピンクで統一するのではなくて、ポイント使いをすることによってイエベさんでも青みピンクを使うことができるよという感じになっております。リセカラーインパクトリキッドライナー BK001 ブラックで黒目の上あたりから目尻にかけてアイラインを引いていきます。じゃあ引きやすさとかどうですか？長めなんですよ、筆が。ちょっとブレやすさはあるんですけど、発色もいいし、はい、逆にこの細さが、はい、もう細いラインだったり隙間を埋められるので、はい、使いこなすとすごくいいと思います。でこちらなんですけど、青み系ピンクのカラーにはなるんですけれども、こうイエベさんにも馴染むようなカラーになっているので、そんな青みしていないというようなピンクになります。なので結構使いやすいんじゃないかなと思います。